元テニス教室の久保田です。今日ですね、3月24日日曜日なんですけれども、福岡の方全然コートが取れなくて、視聴レッスン、まあ視聴はいつも視聴なんですけれども、ちょっと県外までですね、レッスンしに行きました。今、熊本です、ここ。で、熊本のですね、熊本県民総合運動公園というところですね。すごい大きな公園で綺麗で、桜も咲いててですね、野球とかサッカーのグラウンドもあって、今日なんかサッカーの試合とか野球の試合とか重なってるみたいですね。テニスの試合もあるみたいで、人はすごく多いです。駐車場もなんかもういっぱいになって、その辺車がなんかもう駐車場入りきれない車がぐるぐる回ってますね。そんな感じです。まあちょっとレッスン前なんでバタバタとコメントの方読んでみたいと思います。ですね、ではいきます。久保田コーチの鋭いアドバイス、毎回刺激になっています。自分が何をやっているのかわからない状態というのはテニスに限りませんが、やってて不安になります。自分の根っこになる場所を作っていきたいです。また肩を使えるようになると手先が止まるというのはハッとしました。今まで下手だった理由が少し分かったような。あと、せっかく3割3割の久保田テニスに変えているので、思い切ってバックも片手に変えてみようかと思います。バックハンド別に両手でもいいんですけどね。両手でも片手でもどちらでもいいと思います。ただ、片手っていうのはやっぱり試していただきたいですね。片手の、せめてスライスだけでもね。片手のスライス、両手打ちの方で片手のスライスを覚えたら片手のスライスしかもう使わなくなったという結構いますよ。そういう方っていうのは。はい、使い勝手はいいんでね、片手のスライス楽なんでね、楽だし、いろんな方向を打てるし、いろんな球も返球できるんで、でボレーにもそのまま役に立つというか、打ち方ほとんど変えなくていいんで、構えからね、なので、ぜひですね、片手やってみてください。はい、変えなくてもいいんですけど、でも片手のスライスは絶対やってくださいね。次いきます。レザーグリップにしてから豆ができるようになりました。中指の付け根とその他3箇所、下手な動きが原因でしょうか。まあ下手な動きとは限らないです。やっぱり今までウレタングリップとかウレタングリップにオーバーグリップを巻いてた状態で使ってた人がレザーグリップを巻いてそのやってたらやっぱりちょっと豆できますよ普通に。もちろんその打ち方が悪いとか力の入れ具合が悪いとかっていうのももちろん原因ではあるんですけども、大体もう手に当たる部分なんでね、最初は豆はちょっとしょうがないかもしれないです。それはもう打ち方で判断するしかないですね。で、次も、次、コメントいろいろ、書いていただいて、最後の方で、ところで初期の動画に英語字幕がつきましたね。今後、久保田テニスファンが海外にも増えてくるかもしれないですね。初期の方の動画でですね、英語の字幕がついてる分があります。で、誰かつけてくれたんですよね。で、私の方にはですね、つけていただいた時の、通知が来ないんですよ。で、誰がつけてくれたかもわかんないんですよね。なので、ありがとうございます。つけていただいた方、ありがとうございます。多分、6動画ぐらい、6個か7個はついてると思うんですよね、動画。できればですね、引き続きやっていただければいいんですけども、もし時間があるときでいいんで、また設定の方どんどん変えていきますので、英語字幕、視聴者さん側がつけれるように設定を変えていきますので、よかったらまたどんどん英語の字幕つけてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。誰かわからないですけど、ありがとうございます。これでも本当助かる人がいればね、海外の方でも、もう海外とかになると、私全然ね、困ってる方たちに直接教えるってことはもうできないんで、どっかその海外のコーチがそれを見て参考にしていただいて、その自分の生徒に、それをね、使っていただければ、このチャンネルの情報を使っていただければ、いいなと思います。ありがとうございます。では次いきますね。次は腕時計は成功のダイバーでしょうか。そうです。私の腕時計見ました。これ
これ成功ダイバーです。これ私がですね、これ高校1年ぐらいの時から使ってるんで、もう30年近く使ってるんですよね。30年使ってるのか、30年ぐらい使ってます。これあのこれ私のこれこれですね、これこれ私の父が使ってたものを私が使ってるんですけど、その前は私のじいさんが使ってたんですよね。じいさんが買って、私の父に渡して、それを私が勝手に奪って使ってたというかね。あの家に置いてあったんですよ。で、バンドは切れてた状態で置いてあって、で、うちの親が使わなくてですね。で、私が勝手にこう持ち出して、で、修理して、で、今使ってます。はい、これです、これ。多分これ、60年代のものだと思うんですよね。上村直美モデルとかっていうやつです。冒険家の方がこれつけてったみたいな。で、帰ってこなかったみたいですけど、まあ、そんな感じのやつですね。もう修理しながら使ってますね、これ。何年かに一回やっぱり水漏れするんですよね。もうパッキンがダメになって、で、そのパッキンはもう売ってないんですよね。なんで、海外から取り寄せて、それを時計屋さんに持ち込んで、で、修理してもらってます。もう1回オーバーホールするの3万6000円とか、そのぐらいかかりますよね。もういい加減、なんか違うの買った方がいいんじゃないかっていう感じなんですけども、ちょっとまあいろいろ思い入れがあってこれ使ってます。はい。両手打ちバックやるとこれ結構痛いんですよね。重たいんでね、この時計。でもまあ痛くても使ってましたね、ずっと。つけたまんまで。全然関係ない話もしつつ、次行きます。打点に関する質問です。久保田テニスではボールを引きつけて前で打ちすぎないようにと指導されていますが、まあ前取ってもいいんですよ。取ってもいいけど後ろでも取れるよってことなんで、今日別の動画でコースの打ち明けの際にストレートに打つときには打点が後ろ、準クロス方向に打つ場合は打点を前にと指導されていましたと。コースの打ち分けについて関して久保田コーチも同じ考えでしょうか。私が見た動画も貼っておきました。私のそのクロスに打つ考えとかっていうのはもう過去の動画で説明してます。クロスに打つ時に体前向いて前側で取りすぎてるミスが多いですよっていう動画を上げてますので、ぜひ検索してください。でこうこのリンクとか貼っていただいてるのは結構あるとは思うんですけども、基本的に私はですね、このリンク見ないんですよ。見てないです。ただまあ、大体まあ、どんなことやってるかはわかるんで、もうこれは見てないし、基本的にはあんまりリンク開かないようにはしてますね。人のを見ないし、人ので意見しないという、まあ、そんな感じでやってます。なので、特に前側で打たない。じゃあ例えばプロの試合で打点が後ろになるような状態だったらクロス打てないんだのかっていうと、そうじゃないですよね。プロの場合だ、食い込まれて、例えば相手がアプローチショットダンと打って前に来て、でそれがこう、フォアハンドでギリギリ届くところであっても、プロの場合はクロスにショートクロスにパスとか打ったりしますよね。それ振り遅れ気味でやってるのにショートクロスに打てますよね。あれはじゃあどうすんのかって話ですよ。どう説明するのかって話ですからね。なので別にネット寄りで打たなくてもクロスには打てる技術があるということです。技術がない人はそれで試してもらってもいいかもしれないですけども、それはもうちょっとこう限界がありますよという、ことです。だからちょっと前側でも後ろ側でもクロスでも逆クロスでも準クロスでも何でも打てるようにしないとダメですよってことですから、ね。で、そのやり方が、私が進めている3割3割のスイングということです。はい。じゃあ次いきますね。次はですね、スクールには約10名コーチがいますが、フォームや動きの理論がバラバラです。バックスイングもそれぞれ異なり、特にフォアハンドとバックハンドはポリシーがあるようで、生徒側としては混乱してしまうことも多々あります。あ、各コーチにそれぞれのポリシーがあると。めんどくさいですね、それ、ほんと。でも、ちゃんと選んでくださいね。どのコーチが正しいことを言ってるのかっていうのを選ぶようにしてください。もう、見極めることができるようになってると思うんですよ。私の、このチャンネルの動画、もしくは、ブログの方を参考にしていただければ、どのコーチを選べばいいのかっていうのは、
大体分かってくるとは思いますので、ぜひ参考にしてコーチの方は選んでくださいね。担当コーチは打点と球筋と体幹らしきものを見ているので、体幹らしきものを見て、フォームを変えても指摘されず楽です。もうこれ楽っていうのも教えないってことですからね。久保田式フォアハンドに変えて本当にミスが入りました。ありがとうございます。これからも習得に向けて頑張ります。あ、頑張ってください。そうですか。じゃあもう担当コーチもあんまり見てない。打点と球の筋と、体幹らしきものまたざっくりしてます。結果、要するに打点っていうのはもう結果ですからね。で、球のその、どういう球を打ったかっていうのはもう結果ですからね。体幹らしきものっていうのはもうざっくりしてるんで、もう、何も指摘しないってことだと多分思うんですよね、これはね。別に、テニスコーチじゃなくても指摘できるよぐらいのことをやってるってことですよね。だからまた、いいコーチ、本当見つかるといいですね。その10人のコーチの中に、ちゃんとこう、勉強してる方がいればいいですけどね。はい。こんな感じで、今からレッスン行きます。で、ちょっと、たまにこうやって、福岡県外出てみて、ゆっくり移動してですね。で、レッスンするのも気分転換になっていいです。また1、2時間ぐらいでね、行けるところだったら、まあ月に1回ぐらいはどっか行ってみるのもいいかなと思いますね。で、まあ今日レッスン夕方までなんですけども、終わったらなんか適当に美味しいものでも食べて、福岡に帰ろうと思います。それではまたコメントの方どんどん、書き込んでください。今回は以上です。